16位のグルージャ盛岡、そして最下位のギラバンツ北九州の一戦、まあ、この試合をきっかけに浮上のしたいという両チームの思惑がある一戦でしたけれども、まずは先制点のシーン、前半の19分、 J 初ボールは谷口海斗、白石からのアシストでした。まあ、旗本からよくこの右白石ピンポイントでパスが渡って、白石もよく走り込んできた谷口を逃さずマイナスへのクロスを上げたという先制点のシーンでした。そして前半の24分、福田のコーナーキックヘディングでしたが、クロスバーに嫌われてゴールとはなりませんでした。本人も悔しい表情。前半の43分、今度は北九州、この平井のシュートが決まっていればという部分でした。全てはこのシーンだったのかもしれません。惜しくも枠を捉えることができませんでした。そして今度は風上に立ったグルージャ盛岡、開始早々40秒でした。谷村健一、右サイドから展開してそのまま左足を振り抜いて、これがグルージャ盛岡ホーム戦通算100点目となるゴール。これが見事追加点、10番の谷村健一によってもたらされました。まあ、この追加点というのが非常に大きいものがありました。グルージャ盛岡その後は再三チャンスをつかんで、この小谷のシュートもポストに叩かれ、さあ最後平井、ここ旗本が足を伸ばして守りきりました。まあ、平井2度決定機訪れたんですが、ものにすることができずそのまま2対0。グルージャ盛岡は2試合連続無失点、そして初の完封勝利。ギラバンツ北九州にとっては3連敗ということになりました。